裾野がものすごい多いです。裾野めっちゃすごいね。変えたという、変えたんですけど結果。結果変えてるよね。変えられた。吉本の社員が変えろっつって。え、何何それ。え緊張とか超えてました。ちょっとよくわ、久しぶりによくわ、よくわかんないみたいな。てか。今日はね、ライセンスの藤原くんなんですよ。あの僕ね、YouTube やってるのよ、はいはい、で、それあのサバンナの芸人男塾って言って、はい、で、タレンチっていうタレンチっていう、はい、大阪のあの、アップトゥーって分かる？分からへん。分かんないです。その一番、あの、言うたらオーディションのとこにいてる芸人が漫才劇場立つまでの YouTube やってて、そう、はい、だから、俺らの時で言うとわちゃわちゃジュニア、はいみたいな感じで、はいはい、まあ、だから漫才劇場のレギュラーに慣れてないの。なるほど。でそれをずっとこういろいろとこうお笑いやりつつ、はい、漫才劇場立てるのを目標にやってるっていう。なるほど。すごいの。システム知らんやろ今。知りません。何ですかそれ。アップトゥユー。いや初めて聞きました。めっちゃ厳しいねんで今。あ、そうなんですか。そうやで、アップトゥユーって言って、その要はあの道頓堀にある劇場あんねんけど、ザザ、うん、ザザのとこ、はい、でそこで25組ぐらい出んの毎回、はい、でそこのナンバーワンになったコーラが、はい、まだ何人も集まって、はい、40組ぐらいで上位20組やって、はい、今度漫才劇場の下と戦ったりとかして。あ、それやっと漫才劇場に出るんや。そう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 。へえ。めちゃくちゃ厳しいのよ。確かに。あと無限大のシステムしてる？無限大のシステム知りません。あのファーストとかセカンドとか、はいはい、サードとか。いやちょっと今のは分かんないっすわ。それでむっちゃあでかいピラミッド。ピラミッドでかい。裾野がものすごい多い。裾野めっちゃすごいね。はい、ほんまに。僕らの時とはちょっと違う。もう全然全然、もうだからもう名もないやつがいたらもうセカンドのやつを挨拶してくれんぐらいの。あ、厳しいですね。ぐらいのピラミッドらしいの、で、まあ聞きたいのはタレンチは3年目なんで、はい、俺ライセンスってさ、あのボケとツッコミ変えたやんか。はいはい。それは何かあったの？だからこれ今、まあ、今は変えてないんだけど、さタレンチは、はい、僕は変えたという変えたんですけど、結果変えてるよね。変えられた。変えられた。変えられたんです。自分らの意思じゃないです。どういうこと？吉本の社員が変えろっつって。え、何何それ。ええ2丁目の時が井上と僕で僕作ったんでしょ。そのまま上京したんです。せやそのまま上京して、うん、こっちで担当してくれる社員さんがいてらっしゃって、うん、K さんっていう方が、うんうんうん、アルファベットの K さんが、うん、まあなかなかいかつめの社員の方で、うんうん、お前らをちょっと見たと、うん、V とかいろいろ番組とか、うん、で、まあこれは俺の感覚やけど、お前ら逆や、うん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 。ただでもその時にすでにもうだいぶ芸歴経ってるやんね。4年目です。で帰ろって言われて、えっつって、うん、で帰って、うん、俺んとこに毎週ネタ見せに来いって、うん、夜中の12時本社に、うん、赤坂のね、当時の東京本社に見せに来いって言われたのが最初です。ほんでやってみしっくりきたん。しっくり来ないです、うんうんうん、変な感じです。だってもともとツッコミやってたもんな、はい、でどうやってやったらいいかもわかんないし、うん、でも一回4年やったものがゼロですよね。うん。でもその時のいっちゃん最初ネタ2人で作ってたの。はい。で作ってて、じゃあそれも、はい、じゃあセリフ逆というか。あ、そうです。最初そうしました。今まで通り作って逆でお互いやんのを見て、元通りのでやんのお互いのを見てて、あ、そうやんねやと思いながら今度立場入れ替えてやるみたいな。すごいねそれ。でもまあそれはもう短かったですけどね、すぐあかんなって気づいたんで。ほんでも自分じゃあボケからもうボケの考え方してっていう。まあ徐々にですよ、時間かかりましたけど。でも今はもうそれが 見慣れてるもんね、まあ、こっちも。まあ今はまあ普通ですね。うん、なるほどな、うん、むしろもう18年ぐらいですか。でもそれあれやね、4年目である意味感謝してんねや、それ。いや今は感謝してますよ。うーん、はい、ありがた、ありが、まああのまま続けてたらどうなってたかって言われたら分かんないですけど。いやだからどっちかっていうとさ、思うんだけど、
フットボールアワーの後藤とかさ、もともとボケやったんや、ね、ツッコミやったんや、はい、俺、はい、まだなんかそっちの人の方が俺なんかやりやすいというか、ボケからツッコミ、ボケからツッコミの方は方がなんかツッコミやった人がボケの方がむずくなる。いや、どうなんすかね、なんかその、あの見てる方からしたら。でも、若かったからできたいと思いますよ。あー、23ぐらいですから、まだ。そうか、それ20後半やったら無理やったと思うんですね。時期も良かったと思う。時期良かったよね、はい、でしかも東京行ってる、東京行っても逃げられへんというか、もう振り返ってる場合じゃないというのもあって、で環境もまあ良かったやと思うんですよね。いやだから今その要ネタ見てちょっとそういう回があんのよ、はい、ネタ見てこれは逆にしたりとかっていうのは、はいはいはい、そうだライセンス逆にしたの、そうですね、逆にされた、で今に至る、今に至る、至らなきゃならなかった。いやだからその人が結構愛情なんですけど、逆にする言うてルミネのこけら落として入れたって言うんですよ。なるほど、もう決まってやらなしゃあないんです。で番組も決めたと、ショートコントの番組、で滑ってもええと1年間はケツ拭いてるって言ってくれたんですよ。それはでかいですよね。むちゃくちゃ緊張したんじゃん。緊張とか超えてましたね。ちょっとよく久しぶりによく分かんないみたいな。というか俺は一番ぶっちゃけ思うのは、あと横の目、芸人の目もあるよね。あ、ありますね、ありましたね、あるよね、はい、おいおいみたいな、ライセンス逆したやん。でもね、あんま言ってこなかったです皆さん。いや、それ多分シビアすぎるからよ。だからその居酒屋ではアホみたいに言うたと思うけど、言ってたでしょうね。だからそのあまりのことに直接には言えへんかった、はい、とにかく大きく動いて大きい声を出すみたいな意識でした。だって俺もよく考えて、俺もなんでこんなこと聞いて、まあ、YouTube もあるけど、はい、お互い年齢って、まあ、もう40超えて、はい、そういう年だから聞けるけど、確かに30代でお風呂逆にしたらとはなかなか聞けへん。そうですね、聞きづらい、デリケートなところですもんね。そうか、だからまあこれも成功例で、まあ、今後そのタレンチが、まあ、今ボケツッコミだけど、まあ、4年目で、はい、実質変えたライセンスがいる、はい、あとやっぱ俺らで言うと、ほんま成功ればフットボラワーの後藤はボケからツッコミ、まあそうですね、でまあ後藤さんの意思もあったと思いますよ、うん、それ岩尾さんと組むってなったら、まあ、そうだな、なかなか自分がボケっていう岩尾さん突っ込んでる絵浮かばないじゃないですか。確かにその逆はね。あ、いや後藤さんだから僕らの知ってる後藤さんじゃなかったですもんね。うんうんうん、分かる分かる、あのフットで帰ってきはった時、うん、全然ちゃうかったね、はい、もっと暗くて、暗かったな、ギター抱えて、うん、山崎正義をずっと弾き語ってるか、うん、長渕弾き語ってるか、みんな A 学園に行くけど一人 B 学園のでこのテーブルこういう感じでちょっとそれがフットの後藤に、はいはい、やっぱでもあれはすごい、いやすごいですね、ありがとう、どんないい話聞けました。ライセンそれじゃなくてありがとうございました。嵐にかえるやつと、今作ってるかぶせのやつ、シュートはもう1個だけ、あの1個だけ1個になったらどんな感じだろうな、何言ったんですか。